は暑いんですけどね、ちょっとはマシかな、台風の影響で。なので、今17時5分。もうちょっと早めに行くつもりだったんですけどね、ドッグランの方が結構時間かかったんで。久しぶりにワンズもね、遊ばせてやらないとかわいそうやのね。なので、6時、18時ぐらいかな、に到着予定です。安全運転で行きたいと思います。今日は涼しいけど、風がめっちゃ強い。今日は、
やな。はい、音楽持ってきたのでつけていきたいと思います。リラックス系だ。よし、いい感じやんか。よいしょ。バタリガニ売ってたんだな今日。嬉しいね。思わず2匹買ってしまった。バタリガニ、うわめっちゃ食べた。めっちゃうまそう。ほら、いやうまそう、超うまそう。あいよ、これはいいね。相当遊べるぞ今日は。久しぶりにフィールドホッパー。楽やねこれ。フィールドホッパーめっちゃ楽。こんな感じでちょっと焼肉したいと思います。綺麗な二次燃焼してるよ。素晴らしい。いいね。お、カニちゃん早く湯で立ってくれ。米が白くなりました。あ、美味しそう。さあ、ご飯炊こう。白子1倍。みんな大好きクロススパイス。今日もクロススパイスでいきます。あ、美味しそう。めっちゃ油乗ってる。今日は牛タン祭りだ。いっぱいあるからね超うまそうじゃない。まあ綺麗に炊けてる。美味しそう。うまっ。いただきたいと思います。うまっめっちゃうまい。牛タン甘いな。うん、すごいよね。はい、豚汁完成。はい、
オープン。うおお。あんま。あ、こっちスカスカやな。この間も2入ってたね。あんま。こっちが入ってるね。よし。食べるの汚いんで、汚いというか食べ方手で食べるので、あの移さないでおきますね。じゃ残骸を、カニの残骸いっぱい入って、いや、うまかったな。ごちそうさまでした。炎ありがたいっすね。1人前やったらこれで十分や。そんなに薪も使わへんし。なんか張り砂が燃えそうな気するけど。ちょっとごちしようか。はあ。いや、落ち着くわ。俺は後ろで寝てんねんけど、後でご飯もやらんかし、水もやらなかんし。いやー、いいですね。素晴らしい。やっぱ野外に限るわ。気持ちいいわ。自然の風があって。ただいま10時3分。気温26度。湿度 91%。いや、でも快適ですよ、全然。よいしょ、はあ、疲れたね、もう。あんたたちご飯だね、ご飯食べよっか。まあまあ、ポップアップにしては、うん、やっぱり大きいだけあっていいんじゃないでしょうか。ただ荷物は全然入らへんけどね。お？よし、おいで。下に置いて食べて。もうやめて。ちょっとちゃんと食べてほら。一応4面メッシュなので風通しはいいよね。よ、ただやっぱ狭いから物が入らへん。外にだいぶ出てますね。よいしょ。あとは扇風機つけてるからすごく快適ではあります。でかいね。だから立つなんて言ってるでしょ。座ってください。もうそれじゃなくても狭いのに。普通のソロキャンやったらね、これ十分なんでしょうけどね。もうあんたたちは VT の方見たいと思います。24のシーズン9です。DVD でも見てゆっくりします。久しぶりやな。やってること一緒なんですけど。
毎回毎回。ちょ、新しいの見てへんねん。全然知らんねん。新しい24あるんでしょ。打ち切れになったんかな。スペース少ないやんけ。しょうがないけどね。犬よければ全てよしだ。はい、おはようございます。見えるかな、逆光で見えない。ただいま5時36分、気温26度。さあ今日ご飯もう簡単に食べてみたかってん。アルファ米っていうやつ。うん。なんかお湯入れたら簡単にできるっていうやつでしょ。さあこれで朝食食べたいと思います。はい、それでは沸騰したので。筋まで入れるよ。待つと。はい、それでは15分経ったので開けてみましょう。どんなんなんだろう。米になってる。すげえ。これをかき混ぜて食べろって。うわ、いただきます。うん、ご飯になってる。いや、気持ちがいい朝ですね。よし、こんな感じで設営ができてました。夜遅くなかった。